竹中直人、1956年3月20日対は、日本の俳優、声優、映画監督、タレント、コメディアン、歌手。神奈川県横浜市金沢区出身。多摩美術大学美術学部デザイン科グラフィックデザイン、専攻卒業。レディバード所属。多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン、学科客員教授。妻は、元アイドル歌手、女優の木之内みどり。身長168センチメートル、血液型は A 型。神奈川県横浜市金沢区富岡に生まれ、横浜市立富岡小学校、関東学院六浦中学校、関東学院六浦高等学校を卒業。1976年に、多摩美術大学美術学部デザイン科、グラフィックデザイン専攻に入学、1980年に卒業。大学在学中は映像演出研究会に所属。8ミリ映画の制作に没頭し、監督から出演までこなす。この時に地蔵が首を振って笑う、首振り地蔵の会という短編映画を撮影した。大学在学中の1977年、銀座ナウ TBS の素人コメディアン道場で第18代チャンピオンに輝く。その後、TV ジョッキー。日本テレビ系の素人参加コーナーにて、モノマネ芸で、チンピオンとなり注目される。1979年12月に、金ちゃんの仮装大賞の第1回でモノマネを披露。タイトルは、松田優作のドラキュラ、番組初の不合格となる。大学在学中に、自主映画の制作に携わったことで俳優を志し、1980年に、大学を卒業後、洋物をやらないとの理由で、劇団青年座に入団する。俳優だけでは一生食べていけないと感じ始めていた折に、プロダクション人力車の玉川義春から声をかけられて、1983年、テレビ朝日、ザ・テレビ演芸のオーディションコーナー、飛び出せ、笑いのニュースターに出演して、グランドチャンピオンになり、デビュー。普段は、辛口な評論をする司会の横山やすしから絶賛され、その後、バラエティ番組に多数出演する。1985年には、シティボーイズ、伊藤聖子、宮沢明夫らと演劇、コントユニット、ラジカルガジベリビンバシステム、RGS を結成。コメディアンとしては1989年にスタートした、東京イエローページ、竹中直人の恋のバカンス。デカメロンなどに出演した。映画やテレビドラマも当初は脇役での貴重な演技が多かった、痴漢電車、下着検察、1984年準主演では、全演技を得意の松本清張と松田優作のモノマネで通しているが、次第にシリアスな小市民、悪役などへも役柄を広げていった。劇団青年座を1990年に退団後、劇作家の岩松亮と舞台、竹中直人の会を開始、2002年までほぼ1年に1度のペースで公演を行う。1996年、NHK 大河ドラマ、秀吉で主演の豊臣秀吉役に抜擢され、平均視聴率 30.5%、最高視聴率 37.4% の高視聴率を記録するヒット作となった。後にモビットの CM で、竹中が秀吉役を演じたり、パチスロ機、竹中直人のパチスロ対抗機が登場するなど、反響が大きかった。これ以降、豊臣秀吉は竹中の当たり役となり、テレビ朝日、敵は本能寺にあり、2007年12月放送においても、再び秀吉を演じており、18年後の NHK、大河ドラマ、軍師官兵衛、2014年放送でも、秀吉を演じる。1999年、従来から携帯模写の対象としていた遠藤周作を主人公とした TBS ドラマ、夫の宿題、遠藤夫人の回顧録が原作に遠藤周作役で出演。ドラマでは外国人の役を演じることもある、神の雫のダメカンタービレなど。1991年、柘植義春の漫画、無能の人を映画化する際、奥山和義に才能を見出されて、主演を務めるとともに監督にも抜擢され、同作が監督デビュー作となった。その後も、さよならカラー、2005年など長編6作品の監督を手掛けている。雑誌、キネマ旬報に連載のエッセイ、少々オムズ狩りのご様子が1992年のキネマ旬報読者賞を受賞するなど、エッセイストとして文筆活動を行う。歌手としても、高橋幸宏プロデュースのアルバム、メルシー僕、イレーザーヘッドなどを発表。2006年7月、竹中直人&渡辺 B として、今夜はブギーバックをカバー、プロデューススチャダラバー。その他様々なラジオのパーソナリティやバラエティ番組などの司会を担当している。2006年4月、母校である多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科客員教授に就任。本人の公式ホームページで2010年4月11日に初めて明かした。2012年、フランス観光親善大使に就任する。1989年の劇団青年座、写楽校の海外公演で、スペインに約1ヶ月間滞在中、偶然出会った元アイドル歌手、女優の木之内みどりをお気に入りの喫茶店に誘ったことをきっかけに、結婚相手として医師、仕事でニューヨークへ向かった木之内を追いかけて同地にてプロポーズ。1990年に結婚した。木之内との間に同年に、和芽を、1997年に一男を設けている。スケジュール以外では仕事を断らないことで有名。話の流れを知ってて演じるのが嫌い。明日のことをわからないで生きているのに演じるときに把握してるのが嫌で台本は読み込まない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。